今回波動派の奇跡に対するブルーロック民の反応集を紹介します。ああ、負けそうだよ。1位、ブルーロック計画派始まっていた。やっぱ世界一になるために必要なのストライカーだわ。でも今日の MVP 派キーパーだと思う。やはり求められているのはガガマル。ドイツに決定力抜群のストライカーさえいれば。負けたぞよ1位、決定力の不足にキーパーのナイスセーブで負けたぞよ1位。やはりテントレルフォワードと最高のゴールキーパー。最高のフォワードとゴールキーパーを作るブルーロックが正しかったか。前者派そうだけど後者派ただのバグじゃん。ブルーロック計画派正しかったんだな。サウジもキーパーが大活躍とか言ってなかった。やはりガガマルか。未来の日本を頼むぞガガマル。ガガマルロベマシーン作戦だ。カイザーインパクトないから。はるか昔のキャプテン翼から最強のキーパー派必要だと証明されてるな。極論ゴールキーパーが全てのシュートを防げばディフェンス入らないからな。そうなんだけどキーパーの負担がすごい大活躍って、ディフェンス何してんのってなるよ。実際前半の日本派まさにそれだった。よいちこっちのゴールキーパーすごいだろ。ディフェンダーハマー。カイザーインパクトさえあればドイツ派5点ぐらい取ってた。アメリカとかイギリスでブルーロックがトレンド入りしてるの笑っちゃうよ。なんで、ドイツに必要だったもの。ドイツ派ブルーロックプロジェクトやってストライカー育成しろよとか煽られてんのかな。ブルーロック読んでれば日本への対策ができたのに。ってことかな。やはりブルーロックプロジェクト派現実でも必要だった。味方のボール奪うキャラって現実にはあんまりいないんだ。あんまり。そうあんまりいないね。少しならいるの。ドイツチームに入って、ワールドカップの日本の初戦がドイツだったの運営な。さすがに実況ではレスしなかったけどブルーロックのせいでエゴが足りねえぞ、とか思いながら見てしまったぞよ1位。でも現実であのプロジェクト派無茶だろ。ブルーロックマン作る技術が一番難しい。大金と科学力さえあれば設備派できるぞ。あんだけボール支配して決めきれないのはブルーロック計画しろ言われるよ。3分の4近くボール持って入れれないのはちょっとすごいぞ。今回の勝ち派この漫画もかなり恩恵受けそうだな。本屋の目立つところに置くぞ。展開変わるとは言わないけど対ドイツでこれ派何かしらの影響出そう。やっぱエゴよ。クソメガネの理論が合ってるかはともかく攻撃的サッカーの方がやっぱ楽しい。いくら守っても点入れないと勝てないのは全てのスポーツ共通だからな。でも与一が2点目のゴール入れられる気がしない。あんな精密なシュートできないだろ与一。まあ与一が決めるなら同案の方だな。2点目花火がやりそうなゴール。ボールの収め方完璧だったよね。何か現実のサッカー派また抜けも何チャラトラップもメタビジョンもやらないんだな。ブルーロック読んでやっとサッカーに興味持ったぞ与一。いろんな言語でブルーエ、ロック、イス、レアルってつぶやかれてダメだった。海外のアニメランキングで順位上がりそうだなブルーロック。ブルーロック海外で知名度上げてるみたいだぞよ1位。多分原作者もいろんな意味でひっくり返ってるだろうな。2点目の角度エグすぎる。ブルーロックでもあんなの見なかったぞ。一瞬入ったかわからんかったわあれ。今日の朝の派一瞬だけ投げが憑依してた。後ろ向きのボールトラップするやつめっちゃうまいやん。このまま結果出せたらブルーロックのポイチも情報修正されそう。ブルーロックで日本代表出てきた時、こいつらドイツに勝ったんだよな。ってなってしまう。ブルーロックなんていらんかったんや。仮に現実で優勝したなら漫画で好きに描けるようになるからどんどん現実派漫画を超えていいんだ。漫画のメジャーでも当時まだ行われてなかった世界大会の決勝で日本がアメリカに敗北したけど読者的にはまあそんなの当然だわなみたいな感じで、でもちょっとしたら WBC で日本が優勝したりとかスポーツモノハ連載時点とはいろいろ状況が変わっていくもんよね。将棋とかでも現実が創作を超えていくしすごいよね。今日の試合を観戦するブルーロックメンツの短編が欲しいぐらいすごい1日だった。単行本の書き下ろしでもいいから読みたい。カイザーマガオになってそう。指導派もうびちゃびちゃだろ。ご視聴ありがとうございました。